こんばんは。ロックちゃん、まずテロップを打ちますね。ロックちゃん。ロックちゃんのロックラジオ。三重県。十八歳。はい、完了。あら、え、こんばんは。え。 あちゃんバイトと学校お疲れ様嬉しいありがとうそう待ってたあちゃんさあれじゃんあのあれだったんだよねちょっとしか見れなかったって言ってたじゃんねそうあらこんばんははい20番の子20何番の子に行ってましたあそうだったなじゃあ私に帰ってきてくれたんですね嬉しいしんちゃんさすがだ <laughs> こんばんは初見ですみずきさん大嘘大嘘大嘘ですよそれ こんばんはもう初見さんのそれじゃないんですよあっしのさんだこんばんは遊びに来たよこんばんはこんばんはかぼちゃなかずさんこんばんはあらいらしてくださったんですねまたきょんさんあらまたまたこんばんはワンジャラモンスターさんこんばんはどどどど丸さんはじめましてこんばんはたまちゃんさんはじめましてはじめましてはじめまして来てくれたんだ嬉しいな 初めましてあルミエルさんだそう、こんばんは。この画面にしてから配信はもう切られ、あの聞いていただくことはなくなりましたそうやっぱりあの私たちを守るためにその。 運営の方々がしてくださってるので、そうそう、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 大変なだけさん、初めまして、大嘘。嘘やな、嘘やな、すごい嘘やな。<laughs> いつも来てくれるでしょ山中、な何言ってるんだろう。何皆さん、ドットコムさん、初見です。あら。

<laughs> しんちゃん気持ちは初見ですいつも見てるんだよいつも見てくれてるんだよしんちゃんは <laughs> あらーさたがきましたさんぶどう一つありがとうございます初めてなのに嬉しいなありがとうございます <laughs> ぜひねコメントもいただけたら嬉しいなバラバラさんが二度目あらまたいらしてくださったんですねこんばんはケンシさんはじめましてこんばんは マさんこんばんはゆずさんはじめましてこんばんは,んしんばんはあらシュガさんまたいらしてくださってるありがとうございますみずきさんかわいいと聞いてき見に来ましたそう私ちょっとお顔をね一瞬出しちゃった時があったんですけどねその時みんなにかわいいって言っといてって言ったからそれがね流れてきたのかなみずきさんのもとへも <laughs> 聞きに来ましたっていつもいらっしゃるやないの ねえパラパラさんかわいい <laughs> 何がやろ声かなよかった嬉しいなありがとうありがとうございますあらはじめましての方がたくさんこんばんは小太郎さんがはじめ初訪問こんばんははじめましてメガトンパンチさんはじめましてト吉郎チロウさんはじめましてこんばんはズン <laughs> さんが初訪問こんばんは姫大 姫さんが初訪問初めましてこんばんはむーちゃんさん初訪問こんばんは初めまして <laughs> 一瞬顔出したの見てないからアンコールそうあの今日間違えてそのカラオケの画面そうカラオケの画面に変えようと思った時に一瞬画面をあのお顔にしちゃってそうお顔をね出しちゃったことがあるんですけど ちょっとアンコールがないように頑張りますので皆さんよろしくお願いしますね。<laughs> あメガトンパンチさんこんばんはこんばんははじめまして、えっとね三重県出身の18歳でございます身長は1 6 7センチございます私足のサイズは2 4ンチ好きなポテトサラダうん好きな食べ物は <laughs> ポテトサラダです。 かな基本情報はそんな感じですロックちゃんと呼んでくださいあなたのお耳の恋人になりたいです <laughs> そうお願いします夜遅いのにまだ教室いるんですねそうちょっと居残りでその水木さんっていう水木先生っていう先生にあの残ってって言われたもんで今残っててって言っちゃうんですよもう全然お家にいます今 <laughs> お家にいますよ あらばあさん三重県民なのでお会いしましたあら前も三重県民やから応援してるって言ってくれって言ってくれはりましたよね嬉しい頑張りますね <laughs> ちアンコールないのかそうあのないように頑張っておりますそうちょっと機械にね疎いっていうのがあるもんでそう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 うちのばあちゃんが身体測定ってシャトルランあるって言ったそうえあ、体力測定んから身長も体重も測るし あの基礎代謝とかも測るって言ってましたよ私の体育の先生が言うにはそうなんか走ったり握力測ったりもう全部やるって言ってたそう金曜日にね頑張ってやってくる <laughs> <laughs> そうあちゃんえ顔見えたの可愛かっただろうなあちゃんあちゃん待ってた本当に。 あの一瞬ねお顔見せちゃった時がある2回目ぐらいの配信なのかなこの前の配信だったかなそう間違えてね顔出しちゃったんだけどそうみんな可愛かったって言うといてーって <laughs> 頼ん頼んどいた <laughs> あ赤たん赤たんさーん赤たんさーん待ってた待ってた こんばんばポテサラこんばんポテサラあれ今日はポテサラだし巻き卵じゃないんや <laughs> ズミーさん初訪問あらズミーさんこんばんはノノ、まあ、さん初訪問こんばんはりんちゃんさんが初訪問こんばんは皆さんお疲れ様でございますガチャピンさんガチャピンさんかっこ岩手さんが初訪問こんばんはシナさん50と星を届けやったー嬉しいありがとうございますあ すけざえもんさんすけざえもんさんかな、トラのアイコンのすけざえもんさんバラを一つありがとうございますとっても嬉しいですえー、っとなんやろな <laughs> すごく嬉しく思いますあしのさんまた来ますはいお待ちしてます待ってますね10時までやってるのでよかったらまお待ちしてますしのさんまさにさんこんばんはあらこんばんはまた来ましただって待ってましたよ こんばんばは30日出ますか30日はあのちょっと学校のねその体力測定身体測定と被って私は一生懸命体育をしないといけなくて <laughs> いけないんですよ終わる時間が体育の終わりの時間と一緒ぐらいでそういけないんですけれども皆さんまた30日どんな感じだったのか教えてくださいね。<laughs> ありがとうございますセセセミミミ完了ショールールムのっって何あ、ああプチあったあららら何なんだろうでもなんかいいことだと思うありがとうございますケピさん2回目こんばんはバラショウさんあらいらっしゃいませまた来てくれて嬉しいですウシウシあとマークお仕事中さんあらまた来てくださったんですねこんばんは。 リエサブロさん、こんばんは。はじめまして。フレンズリングさん、はじめまして。のりさん、あトマクりなさん、はじめまして。クズボン…くぼずんさんか。くぼずんさん、はじめまして。オニさん、はじめまして。こんばんは。ゆにゃこさん、はじめまして。こんばんは。ロックちゃんと言います。もたるさん、はじめまして。ゴッシーさん。 初めましてこんばんはお疲れ様です今日も145さと東瓶さん梅ちゃん大阪さんが初めて見に来てくれてるみたいこんばんは初めまして <laughs> 頑張れしんちゃんしんちゃんなんだなんだイコラブイコールラブさんの斉藤渚さんどう思いますかめっちゃ悲しかったっていうかこうびっくりしたっていう気持ちのがすごく大きかったですなんか ねやっぱ同い年だし同い年っていうか同じ学年だし、なんかこうキラキラされてたからね、ねこんな急だと思わなかったですよね。こう人気もすごいある中で卒業されてくってすごい大きな決断でしたよね。多分私たちで計り知れないぐらいの決断をされてるんだろうなと感じました。うん。<laughs> そんな感じかな <laughs> インナキンさんこんばんはこんばんはロックちゃんと言いますぜひロックちゃんと呼んでくださいね <laughs> 衝撃なのめちゃめちゃ衝撃でしたもうなんかまさかねご卒業するなんてことになるかなるなんて思ってなかったですもんねびっくりしたセミマルさんこんばんはこんばんはこんばんは皆さんこんばんは 今日もお仕事でしたか。皆さんお疲れ様です。皆さんえっとまだね火曜日だけどあの無理はせずにね、えー、ゆっくり休んでくださいね。皆さん今日も今日も暑かったり暑かったですよね。バテてないですか。お水ちゃんと飲みました。ご飯もちゃんと食べてますか。 私はパスタとチキンを食べましたよ。夜ご飯もう食べたのかなお風呂ももう入ってる方いるんかなあら。アーモンさん、はじめまして。こんばんは。ほのかさん、いらっしゃいませ。こんばんは。<laughs> イワシヤさん、はじめまして。こんばんは。ムクマタンさん、こんばんは。ムケイさん、スヌーピーのおうちさん、はじめまして。こんばんは。午後から見合った。なあ 私のところも雨あったわここからそれこそ今日も英語の授業して帰ってきたんやけどあの帰りね雨降ってるからさ雨すごーと思ってそうびっくりしたあそうそれで私一つすごい個人的なお話をしたいんですけどあのこの前5年使ってた有線イヤホンとお別れしてこのねカラオケ配信するためにあイヤホン買ったじゃないですか新しい有線の買ったんですよ。 あの買ったってお話をさせてもらったんですけどそれとねそれと同じ時にっていうかそれの裏話なんですけどそれと同時にワイイヤレスタイプも買ったんですあのめっちゃ有名なねあの有名なワイヤレスイヤホン買って初めてつけたんですよワイヤレスをそしたらあのノイズ周りの音を消してくれる機能みたいなのあるじゃないですかあれを消す機能みたいなのを 初めて体験したんですよそしたらもう自分が世界の中心ぐらい音めっちゃ聞こえてもう,もう雨今日もそれこそ雨やったじゃないですかで使い始めて2日目なんで日3日目ぐらいなんですけどちゃんと使い始めてからあの何んていうの雨がザーってなってたのにイヤホンすってはめたらすんってもう晴れたぐらい雨やんだんかって思うぐらい音聞こえやんくて。 あのガンガンにねあの「アイラブブタマンをかけながら帰ったんですけどめっちゃ感動しましたワイヤレスね発売されて長い期間たってるけど初めてそうワイヤレスノイズキャンセリング軽減してえあの5年使ってたあの付属品のイヤホンとの差を知らされてめっちゃびっくりしましたもう。あえ あのねエアポッツプロをやりまして買いましてねお小遣い貯めてやっとそうアルバイト代で買いまして某有名コーヒーコーヒーヒ屋さんのね星バックスさんのところのアルバイトのお金を貯めて買いましてマジで快適ですねあれびっくりしたうんそうあれ外の音聞こえへんやろうってしんちゃんそう全然聞こえやんくてってんか友達に もう友達に「ちょやってみて」って言ってあの耳にはめさせてそれで「曲かけるよ」って言って NMB の曲かけてその後ずっと友達の方見て口パク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 さしてその子もうノイズキャンセリング経験したことなかったから「へへこんなに聞こえんのよ」って言ってて「あ <laughs> ほやわがわかって <laughs> 私がパクパクしとったんやでっていう話があるんですけどそうびっくりしたワイヤレス。 の音質のすごさにうんっていうお話 <laughs> そう出だしのトークとしてねとう水木さん「ワイヤレスは一度経験すると戻れへんほんまに戻れへんびっくりしたそうええー、と思ってリーダーさんこんばんはこんばんは今ね私が初めてあのワイヤレスイヤホンを買ったっていうお話をしてまして <laughs> そうから5年使った優先とお別れしました」。 一番最新のそうなのかなえこの間あれでしたっけこの間始まってたのよこの間新しいのが出たんですよねそれじゃないやつそれの1個前<う> 1> えっと何や何世代っていうんや最初のプロを買いましてめっちゃびっくりしましたすごいと思ってそうびっくりゆっこずるーむさんはじめましてあらこんばんははじめまして えっとねロックちゃんと申しますえっと地元は三重県でえっと8期生のピカルンさんと同じでございますえっとあとはねポテトサラダが好きだったりとかします身長は1 6 7センチありますはいよかったら応援してください <laughs> しんちゃんさん頑張りしんちゃんさん CD プレイヤーを持ってる持ってないのよおちあの私の,のお もうずすっごい昔のお父さんののは置いてあるんですけどでも全然使ってないうんもうねずっと車それこそ車ももう携帯でつながるじゃないですかだからね持ってないんですよ CD プレーヤーみんな持ってるんかなほら埼玉の玉ねぎさんはじめましてこんばんはマリーさんガオガオ隊さん はじめましてこんばんはコンさんはじめまして一番最新のは私が使ってるやつのノイキャンあノイズキャンセリングのことかノイズキャンセリング効果2倍らしい2倍 ?2 倍じゃあもう雨とかの音ももう何にも聞こえないってことですよねすごもう本当に自分がステージにおるみたいなってことですよねびっくり えー、すごい現代って <laughs> 今どうやって音楽聴いてるのダウンロードあのサブスクの,あのお金を払って音楽聴くやつで聴いてますそれをねあのダウンロードとかしてそうプレイリスト作って48グループさんなら48グループさん韓国の音楽なら韓国の音楽洋楽なら洋楽邦楽は邦楽 であと乃木坂さんとかそういうい坂道さんは坂道さんでまとめてあのプレイリストがあってで私は48さんのをねしてますちなみにそこのあの何そのプレイリストの表紙みたいなのは山本,彩さんで山本彩香さんの時もあるし杉浦琴音さんに書いたりとかいろいろねしてますそう 私、杉浦琴音,音さんにお会いしたことがあって遭遇というかたまたま立ち寄ったお店に琴音さんがいらっしゃって「琴ちゃんですか?」って <laughs>「琴ちゃんです」っておっしゃっておっしゃられて「はあ実物の何倍も可愛いですね」って言ってちょっと本当にご迷惑にならない程度にお話ししたんですけどそう。私あのツイッターをね琴音さん あの引退さされれてからからにされたじゃないですかそうそれのそのかぎやかになった状態のななる前の状態からフォローさせてもらってたんで私はもうロックかけられたい仲の一人なんです実はね <laughs> そうあサブスクかーってそうサブスクなんです定額制でねお金を払って音楽を聴く派でございますそう何でもできるしね <laughs> や,りやすいし、いろいろそう,そう,そ,うそう、今ね、イヤホンさしてみたんですけど、どうかな、皆さん、日はうは12周年ライブですけど、皆さん、何日目に行かれるとか、もしくは配信といった媒体で見られるとか、あるんかな、どうなんでしょうか、マナタンさん、初訪問、はじめまして、こんばんは、ロックちゃんとお呼びください。<laughs> トッティさん初訪問、こんばんは。ー8さんが初訪問、こんばんは。はじめまして。<laughs> もろこしさん、あら、またいらっしゃい、こんばんは。NSK さん、はじめまして、こんばんは。広かやさん、あら、広川屋さん、いらっしゃいませい。お久しぶりです、お待ちしておりました。みずきさん、あら、はい、あ赤たんさん、配信で見てます、配信で見てるんだ。そうか、そうか、そうか。 水木さん3日目のアンダーライブに行ってきますあらいいな、いいな,いいな、アンダーライブ、アンダーライブも配信もいいですね、私も、あのホブステップジャンプ、ジャンプ虫さん、ジャンプ虫さんの配信をあの見ようかなと思ってて、対抗終わってからあの、急いで着替えて、見ながらね、帰,る帰ろうかなと思っております。 ごめん30日ごめん桜坂さんなんやそうかそうか桜坂さんなのねかぶってるんやねなんか前も言ってたね30日ごめんなって全然いいし私ね30日はあの体育の授業でね出れないっていうもう何とも学生な理由でお休みしてしまうんですけどライブをね配信配信ライブじゃない周年ライブをねお誘いいただいたのにそう本当に 太鼓も出ないと単位上げないよって言われたんで、はあ、そっかちっとって頑張ってじゃあ走りますって言って <laughs> 頑張っていきますねかんなさん初訪問はじめましてこんばんはよふたまさんはじめましてえさんはじめましてこんばんはノアじいさんあらまたいらしてくださったんですねこんばんはあいこさんだけの横山横山子さんはじめましてこんばんは シロさんこんばんは。トマトさん。こんばんは。あら。マツケンさん。はじめまして。こんばんは。テミズミンズさん。はじめまして。こんばんは。ミサキチさん。あら。ミサキチさん。こんばんは。あマー君だ。マー君。こんばんは。こんばんは。エリックさん。2回目。あら。うれしい。こんばんは。あら。マー君。今日は。 配信はご覧になななってないのかなどうなんだろう一緒に見ながら聴いてくれてたりとかするのかなそれこそ赤たんとかそういう感じですか,そうなのかなあ乃木坂さんもアンダーライブ行ってくる。まやさん卒業そっか。まやさんとひなちまさんがご卒業でしたね。そうかそうか。あら。まー、あ、くんさんは NMB の12周年ライブ。 ご覧になられてるんですかもしくは会場にお足を運ばれる方でいらっしゃるのかなそうあそういう感じですあそうなんだそうなんだそうあの本当は7時からしようかなってちょっと考えてたんですけどやっぱねライブもあるじゃないですか皆さん先輩方のライブもねあるのであの時間をね少しずらした方がいいかなと思ってちょっとかぶってる 多分ね2時間ぐらいお見送り考えたら今2時間半ぐらいを考えた6時半開演でって考えたら、まあ、8時半くらいになるのかなって思ってちょっとね30分かぶっちゃうけどっていう感じで配信をねさせてもらおうと思ってたんですけどそうかそうか。 そうなんですね。30日,30日しかしかいけない。あそうか、そうなのか、そうなのか。でもいいですね。一番最後のあれだから、めちゃめちゃおすすめって誰かメンバーさんもジャン、ジャンプ虫が一番おすすめだよって、あの SN、SNS で言ってらっしゃった方がいらっしゃった気がする。うん。プリンさんが初訪問。あら、こんばんは。こんばんは、こんばんは。 アースリバーさん、初訪問。はじめまして。こんばんは。嬉しいな。鳥親父さんが、またいらしてくださった。あら、こんばんは。嬉しいな。平日はきついし。そうですよね。平日やっぱお仕事だから、きついしんどいですよね。じゃあ、よかった。やっぱ平日の夜はね。 やっぱ行きづらいですよねお仕事だしね NMB48 さんは白間みるさんで止まってますそうかえでも止まってないじゃないですか今私がねいるから止まってない止まってない今はあのしんちゃんがいる時は NMB は今ロックちゃんで進んでますですよそれは <laughs> そうですよりささんが初初めていらしてくださったあらこんばんは みやブックさんあら顔が腫れ出ててピエンあらどうしたのどうしたのどうしたの,したのあったかくして冷やすと腫れは収まるみたいですよ一回ねそうお気をつけてエミーさんはじめましてあらこんばんは復帰するか迷ってるもう復帰してるもう復帰してるよそれはそうだよだから戻ってきて <laughs> 1> じゃあ今日は、ね、1時間2時間か2時間だからそう歌ってあの大喜利してお疲れ大喜利とお疲れは絶対コーナー的にあるじゃないですかお疲れとあの大喜利はやって違う違う違う「なりきり千本ノックそう」ちゃんと名前つけたんです私そう今日のお疲れはあるよって言ったあの毎日やるよってあーちゃんとかと 作ったからみんなで作ったから今日のお疲れ絶対やろうって思っててりりなりきり専門ノックは私が勝手に名前をつけたからそうりりなりきり専門ノックはえじゃあそれこそ9時ぐらいからやりますかそうしようでね今からはお歌を歌ったりとか皆さんとお話ししたりしようかなって思っておりますそうぬっきりすあ違うックちゃんが合格したら現場行きますよし,よし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  帰っておいでよ帰っておいでーあらマー君さん自分も自分もミルキーさんシューさんあや矢部下シューさんで止まってた去年復帰したそれこそあれですねジオンさんで復帰かなそうじゃあ私 もそのの中で継続の1人に入れてくださいねあちゃんあらあちゃんあちゃんなんだかんだで企画見れてないか楽しみそうそうだよねあちゃんさお勉強も頑張ってさそういろいろ頑張ってるからさ配信ねそう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 じゃんだからあちゃんに見てほしいうんうんはいって <laughs> そうぜひねあのジオンさんとそうまくんって あの私の配信見に来てくれる方があのジオンさんのこともね好きだから私でニット組んでくださいってそしたらあのお願いしに行くジオンさんに「ね、<laughs> えじゃあなんか1曲歌いますか?」曲っていうかそうなんかあの他のね48グループさんの練習もしてきてみたいな感じの聞いたから。 そうやってみるねああーちゃん今日は時間あるので最後まで入れるようだってやっ,たやったやったやったそうあーちゃんさんいつもさツイッターでさあのー、企画見れなくてごめんねーとかあげてたじゃんそうそうそうだからねそうそう見ましたよあの皆さんああきちゃんマンだあきちゃんマンさんこんばんはこんばんはお待ちしておりましたよああ アイラさんってもしかしてねえ前も来てくださってますよねこんばんはこんばんは来てくれて嬉しいな <laughs> ありがとうございますそうあきちゃんまんさんもねしょ,いしょっちゅうじゃない毎,日毎回来てくれてますよねね <laughs> そうだからそうツイッターチェックしてくれるの嬉しいそう見てますよあっちゃんさだってあれだもん あっちゃんさんだけじゃないけどさあ他の方もそうだけどあっちゃんさなさあ明日も行くよとかさあのみんな見てみてねとかさやってくれるじゃんかすごい嬉しいうんうんうんてたさん初訪問あらこんばんはあ待っててくれてありがとうそうだよお待ちしてましたよだっていつもいらっしゃる皆さんがね帰ってくるの待っておりますからそう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  推奨コメントをね、赤たんさん書いてくれたとかさ、そう、書いてくれてたじゃないですか、SNS に。そう、すごい嬉しかった。ハッシュタグね、6ちゃんのロクラジオ、めちゃめちゃ私見てるので <laughs>。そう、あそうそうそう、推奨コメントをありがとうっていうのを、もう一回ね、お礼しようと思ってて、そう、皆さんさ、推奨コメントたくさん書いてくれたじゃないですか、それこそ、おとといの配信の後に。 めっちゃ嬉しかった。そう。あちゃん、あ、推奨コメント書いて、おそう。なんか、なんだ、おそう。推奨コメント書いてくれたじゃないですか。ねめっちゃ、めっちゃ見ました。マジで。なんかその、もうどん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 、皆さんが書いてくださってるのが励みになって、本当に嬉しい。ありがとうございますみ。皆さんのために頑張る、とっても頑張る。なんか、あれじゃなかったですか あちゃんはだってね今日あの活力になるよとか書いてくれてたしねっ赤たんさんはさそれこそなんか丁寧だしって丁寧な話し方だしでもトークもなんかすごいテンポよくて活躍できそうで本当に素敵って言って書いてくれてたから嬉しかった、うん、あっマコタロウさんこんばんはこんばんははじめまして見てくれてありがとうとんでもないですよ私こそ書いてくれて嬉しかった あしっかり推奨したよ、推薦ね。そう、いつもさ、推奨コメントって言っちゃう。推薦コメントだよね。推薦コメント。推奨って言っちゃうの。そう、間違えちゃう。いつもさ、みんなに直してもらってる。ゆりえさん、こんばんは。あら、こんばんは。いらっしゃいませ。うリしさん、初訪問。こんばんは。みかんさん、はじめまして。こんばんは。あら、 あら一三さん,さんあらまた来てくれたの嬉しいな嬉しいなこんばんは幸穂さ,さんあらまたいらっしゃいませ抜け作さ,さんもまた来てくれたんだ嬉しいありがとうございますいくちゃんさんはじめましてあらこうへいさんまた来てくれてるこんばんは松田秀俊さんあらこんばんはまた来てくださって嬉しく思いますそうもう嬉しいな じゃ、あれにしましまょう1曲ね、そう、他の坂坂じゃない他の坂道じゃなくて他の48グループさんの歌を歌ってほしいってさあのね、言われたのをちょっと思い出したのでなんか1曲ね、違うあの48グループさんを歌おうと思います。そうこれ全部歌えると信じてやりますのです。皆さんね ぜひ応援してくださいロックちゃん用語推奨コメント推薦コメントそう推薦じゃ漢字弱いんですよね漢字とチリに弱いのでそう漢字とチリとお化け屋敷に弱い <laughs> そうあずたひたしさんこんばんはこんばんは武田武さんなんやろドキドキじゃあ行きますよじゃあ一口お茶を飲んでから始めますね 水晶水晶,水晶,水晶岩違う違う違う全部全部岩だけどさそうやっぱロックちゃんだからカラオケカラオケ楽しみにじゃあ行きますよ何の曲か行きますよ 一緒にお居上がってくださいお願いします大丈夫